第36回東京国際映画祭フェスティバルナビゲーターの安藤桃子です。父、それから父の世代からまたさらに上の監督の方々とかいろんなやっぱり先輩方から受け継がせていただいたバトンをつないでいきたいと思いますし、みんな仲良くなっていくこの映画祭っていう場にそれを願いながらナビゲーターさせていただけたらいいなと思ってます。世界中から言語を超えてみんなが表現の場に集まってくる、映画がそこをつないで結んでくれるっていう素晴らしい場だと思うので、今回小津監督120年ということもあって和するではないですけど和の文化っていうことを改めて体験することができるんじゃないかな。日本、特に東京という場所は文化を融合させるという特徴があるので、この映画祭もきっとやっぱ東京という場所でいろんなものが渦巻いているけども、結果的にもう東京ならではみたいなその進化がきっと見られると思っています。10月23日から11月1日まで10日間開催されます第36回東京国際映画祭。今年も色とりどりの素晴らしい作品が世界中からここ東京に集まってまいります。映画は劇場で見たら最高です。ぜひ皆さん映画祭でお会いしましょう。